どうもタンタンです。こちらですね、今日ご紹介したいと思いますのはアストリアスのところで作ってるんですが、辻渡さんですね。辻渡さん名義の、エレガントスタイルになっておりまして、モデル名が、S の CW の C っていうモデルですね。カッタウェイの、シダートップのエレガントという感じのモデルになっております。独特のねカッタウェイ形状で、こういった、作りはね本当に今アストリアスのあそこので作って、辻さんがね全て監修して作ってるので、非常に出来はやっぱり良いなと思いますし、でエレガットっていうスタイルになってるんですけれども、もちろん生音もね、非常に全体にバランスよく音が出ますし、弦高の方もかなり低めから、ナイロン弦としては、エレガットなんでねあれなんですけども、低めにセットしてて非常に弾きやすいですし、良い雰囲気かなと思いますし、でピックアップの方が、これはデュアルソースですね。 LR バッグスのデュアルソースがついてますので、結構音のね、作るバリエーションも多いんじゃないかなと思いますね。ちょっとマイクがついてるんで、それブレンドをねできるんで、音色もこんな感じから、非常に使い勝手のいいというか、使いやすい音が見つけられるんじゃないかなと思いますね。その辺がこのデュアルソースっていうピックアップのシステムの特徴にもなっているので、いろいろこう環境とか自分の弾き方とかをこう合わせて、いろいろなブレンドを試してみると非常に良いのかなと思います。もちろん楽器の方はね、辻さんのこういったタイプのエレガットなので、非常に楽器そのもののクオリティが高くできてますので、マイクを通して使うだけじゃなくてね、生音でも非常に使えるんじゃないかなと思います。あんまりねこの辻さん名義のこのシリーズっていうのは数が多くないと思うので、こういった形で何かねこうちょっとワングレード上げたエレガット欲しいなと考えているなという方にはね、非常にぴったりな一本じゃないかなと思います。ということで、こちらが、アストリアス辻渡さんのですね S の CW の C、 カッタウェイのシダートップモデルですね。ローズウッドのサイドバックのシダートップモデル、こちらのエレガットですね、こちら店頭にて、展示販売しておりますので、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。